皆様こんにちは。フルートとミュージカル奏奏者の斉藤舞香ですえ。昨日は草津だったんですけど、今日はね、はい、あの姫路方面でお仕事だったので、はい、その後ですね、もう当然明石行くよね。<laughs> 本当はね、茨城のねプラネタリウムも、も熟睡プラネタリウムやってたので行かなきゃだったんですけれども、はい、あの両方ね、はい、行くことは無理だったので、あの仕事先から近い方を選びました。えー、イエナさんに前えたしね、はい、えっ、ー、とお仕事終わりのイエナさんね。 あの回ってるの分かりますか？ゆっくりゆっくりね。回ってるんですよ。あのこれをね。いつも撮るのがね。楽しみでございます。 えー、井上館長とかはね夕方がねマジックアワーって言ってねすごくきれいに見せてくださるんですけども全部の問いが終わって定位置に戻っていく家ナさんが私は大好きでこれをマジックアワーと心の中で呼んでいます。はいはと思いました、えー、早く作らないといけないいいいととけですねということで、えー、と今日はねまた iPad がいっぱいになっちゃったので、はい、続きはまた明日ということで皆様またね。